佐用町立三日月小学校は、兵庫県佐用郡佐用町の井野にある町立小学校である。佐用町にある公立小学校である。2005年4月まで三日月町立小学校であった。職員数21人、児童数は143人である。校内はバリアフリー化されている。当校は三日月町立工業小学校と三日月町立大。 高小学校が合併し、創立された。東高前小学校である工業小学校は1875年に、大高小学校は1891年に、創立された小学校である。1965年に両校が合併し、三日月小学校となった。東高前統合後自ら学ぶ幸もやりのある子、たくましい小夢を持ち、生き生き学ぶ。 心豊かな児童の育成三日月調子、編集委員会、三日月調子七冠近現代煙九1983年。三日月調子編集委員会1983、ピアニッシモ、50から51、AB 三日月調子編集委員会1983、P113、ABC 三日月調子編集委員会1983、 P132 三日月調子編集委員会1983 P156 三日月調子編集委員会1983 P181 ありがとうございます